ユナイテッドバディーベア東京2005ユナイテッドバディーベアベルリン2006ユナイテッドバディーベアエルサレム2007ユナイテッドバディーベアパリ2012ユナイテッドバディーベアリオデジャネーロ2014ユナイテッドバディーベアハバナ2015バディーベアとは個別に塗られた2メートル台のベアの姿をした彫刻ベルリンの行動で二千一年に約三百体のベアが道路や広場に設置されたのが きっかけとなって行われた。これらのベアは、恵まれない子供たちのために、オークションに出されたものである。2002年、平和の大使である、ユナイテッド・バディ・ベアのグループが協力し合った。約140体のバディ・ベアの彫刻が、人々、文化と宗教の間における許容と人々のコミュニケーションを使命とし、それぞれのバディ・ベアは国連によって認められている。 各国とその芸術家を代表している。より理解し、より信頼し、そしてより良い生活を送れるように学ばなくてならない、という、プロジェクトの創立者であるエヴァとクラウス・ヘルリッツによる、スローガンがある。この理由から、140体のバディーベアは、隣同士で手をつなぐようになっている。通常は、直径約70メートルの輪になっており、設立者によると、これも、 巨容の一種である。またその他の都市で計画されている都市は、パリ、ローマ、京都、シカゴ、マドリッド、リスボン、ケープタウン等が挙げられている。国際連合児童基金の大使たちやそれぞれ、開催した都市の市長の協賛によって開催されている場合が多い。2005年に、東京で、初めてのバディーベアの展覧会が、六本木ヒルズで行われた。2005年は、 東京でもドイツ年でもあったため、展覧会は、ゲーテ協会の文化プログラムの一部だった。オープニングセレモニーには、当時のドイツの連邦大統領、ホルスト・ケーラーと当時の日本の首相であった、小泉純一郎が出席し、森グループとドイツ側の推定では、4月5月の、両月で300万人以上の人たちが、この平和プロジェクトのために集まったとされている。 ベアの周りの活動と恵まれない子供たちを助けるという行為の両方が切り離せないものとなり、寄付やバディーベアのオークションによって、現在でユニセフや他の恵まれない子供たちのための団体に240万ユーロが集められた。この合計金額のうち森グループは2万ユーロほど寄付をしている。2003年80デーズの撮影のためにベルリンに滞在した時、 バディーベアに出会い、翌2004年に、香港ビクトリアパークでこのバディーベアを展示できるように、取り計らった。この展示会の開催で、ユニセフと二つの恵まれない子供たちのための団体が414万香港ドルを手にした。北朝鮮政府は二人の芸術家をベルリンに派遣し、ベアを北朝鮮でも展示できるよう努力したが、今のところまだ実現されていない。 この時初めて南北のベアが仲良く手を取り合って並べられた。エルサレムの中心であるサフラ広場における展示会でアラブ諸国は各国から代表の芸術家を一人ずつユナイテッドバディベアのために派遣し、この時初めてパレスチナも他の国と並んで参加した。20012002ベルリン東京2005 ミュージックビデオバディーベアパリ2012リオデジャネイロ2014ユナイテッドバディーベアサンティアゴ2015ベルリン S バディーベアーズホールディングハンズフォートレランスバイキャロル RH マリッシェグディセンバー122017ハットザバルチックコース26.062018ジャーマンエンバシー2オーガナイズユナイテッドバディーベアーズエキシビジョイン・リガー ジャッキー・チェンとベルリンのベア、ミア・ファローとベルリンのベア、ありがとうございます。